教職大学院は専門性の高い教員を養成することを目的に展開する専門職大学院である。修行年限は標準で2年。各校が定める在学期間を在学し、各校が定める45単位以上を習得すること等で終了すると教職修士の学位が授与される。戦後の日本の教員養成は大学などの教員養成期間を中心に、 行われてきた。文部科学省の中央教育審議会は、教員に対するより高い専門性を求める社会的な要求に応えるため、教員要請を大学院に移行することに関する審議を行った。教員免許上制度とは直接の関係を有しないものの、教職大学院は2008年4月1日からの開設である。 平成19年3月1日付にて、文部科学省より、教職大学院設立に関する、奨励等が交付されており、平成19年4月1日に施行された。2020年現在、国立大学47校、私立大学7校の、経営54大学に設置されている。括弧内は、定員数。私立大学は、それ以外は、国立大学。 公立大学への設置例は現在のところない。関東所在後女子大学にて2011年4月開設の予定で共同教職大学院の設置申請を文部科学省に対して言ったが2009年7月に昭和女子大学の研究課長就任予定準教授の経歴に虚偽があったことが発覚し、5校とも申請を取り下げている。ありがとうございます。